こんばんは。はい、遠藤チャンネル。遠藤チャンネル。今日も始まりました。第7回目になりますね。はい。遠藤モータースの店長の橋本です。で、今日の MC はまた、1ヶ月ぶりですね。そうですね。ボサノバの、はい。日向谷のルナさん。竹内ルナです。よろしくお願いします。で、前回もね、生演奏していただいて、結構ね、評判が良かったんですけど。今日もなんかギターがあそこに。そうです、ギターテクテク持ってきましたので、よかったら。ギターね、最後にあったら。そうですね、あったら。いいですか。よく聴いて帰りたいと思います。よろしくお願いします。最後まで見てください。最後まで。楽しみですね。イオン茅ヶ崎店コーナー。そうですね、茅ヶ崎店コーナー。前回ちょっとね、すごくガタガタしてて、ちょっとお休みしてたんですけど、その前の時にカルディさんをね、そうですね、ご紹介した時にルナさんもね、来てくれて、そのカルディさんの、その後の追跡のレポートしてきたんで、あ、そうなんですね、ちょっとその、ビデオを用意したんで、ね、それ見ましょうか。そうですね、見てみたい。はい、じゃあちょっとそれご覧ください。反響は正直なところまだあまりいただいてないんですけれども、従業員が結構電動チャンネルを見たというふうに言ってくれるスタッフが多くて、結構面白かったよって言ってくださる、はい、スタッフが多かったです。ただいま春のコーヒーキャンペーンを行っております。で、コーヒーのキャンペーンなんですけれども、300円引きの値引きができるというスタンプカードを配布しております。で、その配布期間が4月30日までで、ポイントの付与期間が6月30日まで、で、その300円値引きが7月31日までとなっておりますが、コーヒーのセールの期間中ですとそちらのカードはご利用いただけないんですけれども、結構長い期間やっておりますので、コーヒー好きな方にはぜひこの機会にいろんな種類を買って試していただくチャンスかなと思っておりますので、ぜひ、はい、楽しんで来ていただければと思います。茅ヶ崎テレビを見ましたと言っていただいたお客様には、先着20名様にこちらの紅茶のキャンディーをプレゼントいたしております。で、なくなり次第終了となっておりまして、カルディオリジナルの商品なので、カルディだけでしか取り扱えないものなので、ぜひこれを機会にご来店していただければ嬉しいなと思っておりますので、ぜひ心よりご来店お待ちしております。はい、はい、いかがでしたか。ね、なんかね、カルディさんなんかプレゼントをね、くれるみたいで、オリジナルキャラメル、うん、キャラメルですね、ね、いいですね、うん、食べてみたい。ね、ぜひ皆さん行ってくださいね。ね、はい、では行ってもらいたいと思います。はい、でね、じゃあ、イオン茅ヶ崎店コーナーじゃあ今日のゲストは誰だって話だけど、あ、そうですね、今日のゲストはどなたなんですか。今日のゲストはなんと、電動モーターさんですけど、あ、そうだったんですねそういえばご自身のあのお店を全然紹介してらっしゃらないので、そうそう、今まで3つか4つぐらいちょっと他のお店さんを紹介してたんですけど、そうですね、ある人に、自分とか紹介してないのどうするの、そうですよ、ちょっと言われましたですね、電動モーターさんちゃんと、ね、紹介しろよって。電動モーターズって私何なんだ、この電気で走るものだけを置いていらっしゃるんでしょ、このお店に。本来はね。ね、あ、本来は。でもすごいですよね。そうなんですね。私、そこら辺をちょっと興味があるんですね。そうですね。でね、特に、イオンって、茅ヶ崎って前からずっとそうなんですけど、なんかイオンが2つ近くにあるんですよ。あ、で、公園、中央公園って隣に、その向こう側にもう1個イオンの。皆さんよく間違えるんで、あ、ね、分かりにくい。特にそう、遠くの方から来る人に、イオンの茅ヶ崎店に電動モーターさんあるんですよって言って待ってると、
日本着きましたっていうのは、あ、どこですか、留置ですかっていう、留置の2年どこですか、ここはですね、中央点ですって言うと、向こうのジャスコっていう、向こうの旧ジャスコの方にいて、向こうから電話してきて、あ、そっちじゃないんです、こっちです、どこですってか、サティの方ですって言って、うん、あ、そうすると歩いてる人たちに、サティはどこですかって、あっちですって、いう感じでね。で、そのちょっと分かりにくいんで、その V をね、見て撮ってきたんですよ。あ、そうですね、うん、私も実はね、そんなちょっとそれ見ながら ね説明しましょうか。最初にここに来るときに散々迷いましたけど、ビデオちょっと昼間撮ってきたんで、はい、じゃあ、はい、これがですね、電動モーター製のね、道順というか、ちょっとビデオ見てください。これですね、ここは一里塚の交差点で、1号線まっすぐ行くと藤沢方面で、左側島中の方ですね、ここずっと曲がって、テクテク歩いていくとですね、ここに三宅鹿っていうのが、ここをちょっと通り過ぎていってもらうと、目の前に、イオンが見えます。で、こう見るとですね、電動モーターズって看板が見えると思いますけどね。で、ここの駐輪場の入り口のところになりますね。で、こう入ってってもらうと、すぐ、電動モーターズのお店になってますんで、こんな感じでやってます。修理とかですね、自転車修理、オイル交換とかね、やってます。で、もう一つ入り口が国道側にありまして、このまま国道で、あの1号線まっすぐ行ってもらえると、ロンタンリってね、中華料理屋さんがあったり、で、その隣に行くとですね、日本レンタカーがあります。で、ここら辺行くと、あのドーンってイオンの見えてきますんで、ここが正面の入り口になってるんですけど、これ大体みんな1階だと思うんですけど、これ実は下に階段がありましてですね、降りると、あのこっちのね、左側に降りていただくと、ここあの食品売り場のね、ここが1階の入り口になります。で、ここのところですね、ずっと行ってもらうと、お店がありますね。これがあのさっきと反対方向から来た、ところです。こんな感じでバイクが並んでたりしてますんで、でちょっと入ってもらうとですね、こんな感じのお店になってますね。まあ、放送でもね、ちょっと見てもらったりしてるんですけど、ちゃんとこう明るいとこで映したことなかったんで、こんな風になってます。まあ、ちょっとごちゃごちゃしてます。いろんなものが置いてますね。自転車のサドルとか、ホイールとかタイヤとかね。で、ここに一番奥にですね、年代物のレトロの自転車がなんと飾ってあります。これがなかなかね、貴重な1950年代かな、関根自転車って言って、本当に希少なね、あの当時のまま残ってます。パーツがね、全部それぞれ、昔のままのエンブレムとかね、昔自転車本当によくできてましたよね、なんかね。で、当時のままね、これずっと見てもらうと、ペダルとかもそうだし、ちょっとボケちゃってますけど、ここに関根自転車って書いてます。で、ここね、もうサドルもね、もう革製でできてまして、しっかりしてる自転車、もし興味あれば見に来てください。結構いいね、今、あとはもう一つ最新の自転車としてもね、ちょっと少し置いてますんで、これ材質が、マグネシウムを使った ESR マグネシアっていう自転車で、珍しいですね。あのカーボンとかね、アルミはたくさんあるんですけど、マグネシウム、それで、あと、まあ、電動のバイクもいろいろ取り揃えて置いてます。試乗車も置いてますんでね、これ、まあ、乗りに行きたい人はぜひ来てもらえればと。2台ぐらい用意してますね、試乗車。で、これがモーターで回りますみたいな感じでね。あとちょっとしたグッズもありますんで、ちらっと、まあ、結構格安で出してますんでね。まあ、看板の方では電動スクーター、電動、一応電動専門店なんで電動って書いてますけど、いろいろありますんでね、ちょっとこう立ち寄って見に来てもらえればと思います。
はい、戻ってきましたね。まあ、そんな感じで、どうでしたか、ね、いやー、素晴らしい、ね、ちょっと昼、いつも、ルナさん、夜しか、ね、そうなんですよね、今日2回目ここに来るの。そうですね、はい、夜だからね、昼間こんな感じ、あんな感じだったんですよね、明るくて、まあ、ね、レトロな自転車もあって、素晴らしい、ね、この色はすごい可愛いですね。ね、色がね、うん、後ろにあるけど、ピンク色とか、ね、ピンクとかね、で今ね、売れ筋のちょっと紹介すると、ね、売れ筋のバイク、これ素敵、なんかコンパクトな感じですね。これがあと売れ筋もう一枚、ね、こうね、これがね、今、だいたい14万ぐらいかな、14万ちょっとで、ね、出てますので、で、バッテリーもこう外れるようになってますからね、ちょっとね、今バッテリーも外れるような感じですね。であとね、バイクもそうなんですけど、今ね、なかなか注目されてるのが、注目っていうか結構、シニューカーってですね、うんうん、こういうシニューカーも結構 ね、 いいね、今ね、高齢の方が多くて、なかなかお出かけできない方いらっしゃるので、買い物とかも、カゴとかついて、買い物とかもこれね、できますんでね、はい、ぜひ。まあね、なかなか家の中でね、外に出れない高齢の方もいらっしゃる、うん、こういうの乗ってもらえるとね、そうですよね、もうこれからはもう、ね、うん、これからね、こういう社会になるんじゃないですか、ね、そうそう、で母の日も近いんでね、ちょっと母のお母様にね、ぜひ、あね、いいですね、プレゼントしていただければ、うん、23万8000円ですってね、よろしくお願いします、ね、ということで、乗ってみたい、試乗できますね。ああ、まあそんなわけで電動モーターよろしくお願いします、ね。ああね、よろしくお願いします。で、あんまりこんな感じなんですけど、あんまり時間なくなっちゃうと皆さんみたいな。ああ、あとどのぐらいあるんですかね。生歌をぜひ聞きたいので。ああ、じゃあぜひ最後に一曲ね、皆さん。ボサノバをじゃあ歌おうかな。ぜひ素敵な音色がね、奏でながら、はい、私の本職はボサノバを歌う、そうそう、まあ今日の歌ショックってわけでもないですけど、どんな曲をやりたい。今日はビボソニャンドっていうね、ビボっていうのは人生っていう意味で、ソニャンドっていうのは夢を見るっていう意味で、夢見る人生というね、歌をお届けしたいと思うんですよ。ありがとうございます。はい、じゃあぜひよろしくお願いします。じゃあまた私のね、はい、日本語の歌詞をちょっとご紹介しながら、歌っていきたいと思います。
星に海に空に語りかけるこの世の奇跡を願いながら一日中夢を見て過ごすあなたの顔を追い求めながら私は笑いものピエロになるだけ愛しか知らなければ、聞いちゃいますね。いや、そんなことないですよ。あの日本語のね、そこはなかなかね、あのそうですね、日本語をね、あの、うん、あのボサノバ実はあの歌詞が一番素晴らしくて、うん、それをちょっと紹介したくてね、あの日本語、うん、そうやっぱりね、あのボサノバって何語？ポルトガル語なんですよ。はい、全然ポルトガル病だったのでね。ポルトガル語と、まあ英語だったら多少そうなんですよね。そうなんですよ。なんとなくポルトガル語ってね、うん、全然はっきり言って、分かんないですよ。何に歌ってるかね。あのね、そうなんですよ。それをね、あの日本語で聞けるとなかなか、そうですね。うん、あの日本語がね、あのとにかくあの歌詞の素晴らしさがちょっと私は衝撃を受けて、あの歌うようになったので、うん、まあおその場はあの複雑でね、うん、知的でね、あの奥が深くて。うん、まあ、ロマンチック、うん、だけどこう押し付けがましくないところがね、うん、私はとても好きなんですけれども、なんかこう耳に優しい感じします。そうなんですよね。だから、まあ、さーっと聞き流して、うん、いいような曲ばかりで、うん、でもあの歌詞をちょっと紐解いてみるとすごくこう深いことが書いてあってね、うん、あのまあ、その落差がいいっていうか、うん、ね、ますますまた日本語のね、ボサノバを広めてっていう。そうそう、私のライブのあ、ライブあの今度あの横浜根岸のベアカフェというところでね、うん、あのライブありますので、あのおすすめライブなので、あのもう一人、あのもう一組、うん、あのデュオの二人が出ますので、あのぜひ、根岸ベアカフェでお待ちしております。はい、はい、じゃあまた27日です。さよなら、終わりです。ありがとうございます。日付行ったっけ？った最後になっても忘れちゃった。電動アシスト自転車に乗って君に会いに行こう。たとえ坂でも I'm not afraid to die.